レビット2019土木技術者のためのレビット入門第2章構造物（橋梁）モデルの作成データ準備。ビムシミュレプスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでレビットの動画を中心に解説でお送りしています。お問い合わせは LINE で検索してください。今回から第2章構造物モデルの作成についてお話をしていきます。レビットとは建設業界で急速に普及する BIM に対応した 3D CAD ソフトです。この講座では BIM シムに関する基本的な知識からレビットによる作図書までを学習していただきます。シビル 3D とは建築、道路、高速道路、土地開発、空港、排水、雨水、汚水、土木構造物など、さまざまな土木インフラプロジェクトをサポートするソフトです。この講座では、BIM シムに関する基本的な知識から、レビット・シビル 3D による作図手法までを学習します。インフラワークスとは、道路、鉄道、区画整理、土地開発、土地計画などの3次元計画モデルを作成するコンセプトデザインソフトウェアです。住民説明やルート検討などにおいて、プロジェクトを分かりやすく、説得力のある 3D モデルで視覚化し、複数の案を提示することで、関係者の方の合意工程のスピードアップを図ります。ナビスワークスとは、先ほどまで出たレビット、シビル 3D、インフラワークス等で作成したデータを統合し、チェック、レビューのためのマルチフォーマット可能な 3D ビューアーです。プロジェクトのレビュー、4D シミュレーション、干渉チェックなどが簡単に行うことができます。今回からは第2章の構造物、モデルの作成についてお話をしていきます。事前準備としてサンプルデータの方をダウンロードしてください。今回は2章の構造物、橋梁のモデルの作成を行います。最後には、出来上がったファミリーはこちらのファミリーに入っていますので、もし完成しなかった場合は、最終的にはこのフォルダーに入っているものを使ってもいいかもしれません。まず、橋梁を構成するためのファミリーを作成していきます。作成後、橋梁のプロジェクトモデルを作成し、モデルから 3D、2D の図面を作成していきます。LINE 登録はまだの方はご登録ください。登録特典その1、登録特典その2、登録方法は LINE でこちらを検索してください。ビームシミュレッスン TV オンラインはここまでです。スノーオータムでした。